はい、おはようございます。クアラルンプール3日目であります。今日は昨日行けなかったクリスマスクに行こうと思います。チーズチキンパイを頼んでみました。今日アイスコーヒー濃くない？昨日と違って、昨日絶対失敗だから、ね、モノレールに乗ってケールセントラの駅まで来ました。そこから、路面の電車に乗り換えます。で、例のスイカみたいなやつは使えるのかと思ったら使えなくてちょっとがっかりしたんですけど、なんか1リンギットでこれを買うことになって、このなんか謎の切符みたいので一駅だけ乗ります。こんな感じです。ちょっとなんか半地下みたいなところなんで駅が暗いですけど、この後地上に出るんだと思います。まあ一駅しか乗らないんでね、そんなに大変じゃないですけど、まあ切符の買い方がよく分からなくてちょっと疲れましたけど、電車の感じは非常に近代的な電車です、ね、どうせ一人Station berikutnya Kuala Lumpur. Next station Kuala Lumpur. なんか素敵な感じの駅ですね。ちゃんと離れてる。あ、確かに。列車の正面どっちなんだ。あっち行ったらあるよ。はい、というわけで外に出てきました。正面に見えるのがマレー鉄道の本社みたいです。かなり古い建物で、こっちが今降りてきたクアラルンプール駅。中ちょっともう錆びれちゃってて、今のメインの駅としてはあんまりこっちは使われてないのかもしれません。駅舎自体はすごい古くて素敵なんで、ちょっとまあ近すぎて撮れないんで離れたところから撮ってみようと思います。こっちから見たら駅すごい綺麗に、綺麗ですね。もうすげえなこの駅、ボロいけどやっぱ駅すごい。これがクアラルンプール駅です。なんかほんとマレーシアっぽい雰囲気の建物ですね。これもすごいわ。はい、国立モスクに到着しました。で、僕らが来た日に確かオバマ大統領が来てるみたいなんで、旗がアメリカとマレーシアで表裏になってます。あ、すごいな、なかなか壮観だなこれ。はい、見せます。じゃーん、なかなかすごい、なんか壮大。ここは国立モスクですね。国が管理してるんでやっぱりすごい綺麗だし、でかい。ちょっと中行って、初めてイスラム教の寺院の中入りますんで行ってみようと思います。短パンじゃなきゃ大丈夫みたいな、下が。あいつは多分短パン着たから、それ下だけ着るもんってないからあれみたいに着せられてんだと思う。はい、中に入りました。初めてだよ。なんかすげえ。はい、中に入りました。僕らはそんなにあの変な格好しなかったんでこのまま入りましたけど、肌とか出てる人はなんか紫色を着せられます。
すごいなんかゴージャスで綺麗な感じです。俺が入ってみますか。で、水がこうバーッと出してるし、下が石なんで、すごい涼しいです。ちょっと飛び込んだらいいんじゃない。ちょっとぐるっと回って、モスク入ってみます。中もすごい平らになってます。本当？全部、まあ全部回ってる、近い。はい、じゃあモスクの中に入ります。広い、すごい。閉まるでしょ。トービー相手に入ったら怒られちゃいました。そっちから入っちゃいけなかったらしい。 あっちだけなんだ。ここはもうイスラム教の人がお祈りのために入るとかなんで、観光客が入るということでした。外に見学ゾーンがあるみたいで、そっちから見てっていうことのようですね。すごいのが綺麗な、こんな感じ。すごいな。中は入る。はい、どこにちょっと。そうですね、今お祈りしていると思います。1日5回ですけども、それ以上やりたいとやってもいいです。はい、というわけで、国立モスク見学終了です。すごい壮大な感じでした。なんかここ本当スターウォーズ出てきそうだよね。だ僕の勝手なイメージかもしれない。こっち側は特にありそうです、ね、なんかみんなライトセーバー持って戦ってそうな感じの建物でした。それに取ったの？取りました。超うまい。これ出汁が、僕基本的に海鮮食わないんで身は一切食べないですけど、エビの出汁がすごい効いててすごく美味しい。美味しい。これついにやってまいりました。プラザロウヤットです。ここが一応、マレーシアのクアラルンプールの、電脳街みたいな感じみたいです。で、いろいろまた携帯とかいろいろ見てみようと思います。楽しそう。まあこういうところにいつも私が行くのが最近定番になっているのは、動画を見ていただけている方はご存知だと思います。これデジタルモールなんで、この日本人何のカメラ使ってんだろうとすげえ見られてるでしょ。すげえ見てます。これ売ってないんでね、これめちゃくちゃみんな見るんですよ。そこ気にせず僕はこれをね、どこの国に行ってもこうやって歩いてるんでした。ギャラクシー一押しなんだね、最後出たばっかりだから。また上に行ってみます。まあいろいろこじんまりとショップがいっぱいあるような感じですね。でもあのバンコクの NBK みたいにごちゃっとしてるわけじゃなくて、ちゃんとお店の手でいっぱいある感じですね。はい、というわけでローヤット、プラザヤットぐるっと一周しましたけど、どうですか。あなたもいろいろなんか携帯見ちゃいますか。携帯見ちゃおうかな。そうですね、タモさんは携帯を面白いのが見たい。ああ、エクスペリア面白いのいっぱいあるよ。ここは本気すぎるんじゃないかな。タモさんエクスペリアお買い上げで。買う買わないだめです。あのダメ、日本で売ってるのダメだよ。 Z とか買ったらダメだよ、超高い。日本で売ってないエクスペリア。あ、そうそうそう、ちっちゃいモデル。エクスペリアの安いやつとかあります。日本で売ってないです。ちょっと行ってみようかと玉尾さん言っております。玉尾さん、携帯電話もお買い上げです。日本では売ってないデュアルシムのソニーのエクスペリアなんだっけ、エクスペリア E っていう発売したてのやつ、 E1、 エクスペリア E1 というのをゲットしました。
なんとお値段は499リンギット、日本円で1万5000円かな。ちょっと小さめのやつですけど、すごくいいと思います。エクスペリア E1 をゲットして上機嫌になります。ガジェットは何持ってても上機嫌になります。一生懸命今新聞を入れ替えております。今コーヒー飲んでるんですけど、ブラックっつってんのにブラックでも甘いんですよね、このコーヒー。スタバとはそうでもないですけど、新年もうちめちゃくちゃ甘い、ね、超甘い、という IT モールでいろいろ散財する2人でした。